千歳座という芝居小屋をまず開場しまして、あの市川左団地の歌舞伎公演でこけら落とし しました。その後の芝居と政治の、まあ、集会などをやっていて、で5年後のこの明治30年、こちらの写真なんですけど、これがあの活動写真をやった年に、あと長野県初で、初ね、はい、あの活動写真っていうのはその明治30年に最初にやったんですね。なので割と早い時期に、そうですね、まあ、でもその後いろいろ千歳座とか、うん、まあ、長野園芸館とかも経営者は変わってるんですけど、その建物自体のそのこういう、なんていうの、梁の部分ですか、屋根裏の梁の部分とかは変えてないということなので、その部分は、はい、古いですね。でも最高級、ですね、下のところに愛用座とあるんですけど、はい、あのネオンは今残ってるんですね。ただそのシーネマとかその、はいはい、このガラスのところとかは今茶色いこういう看板みたいなので覆ってます。どうしてかっていうと、ちょっとこう、もう弱くなってきているので、うん、はい、もしやるんであればその状態をまたこれに復元したいなっていうのが、そうですね、はい、いいのか。長野の岸用なんですが、こちらが264席ございまして、はい、どう、はい、でこれ1階席と2階席、はい、あ、すみません、失礼します。1階席と2階席です。照明はちょっとむき出しで、はい、あの、はい、スチームのボイラーで炊いて、こちらはそうです、ね、でカン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 って音がするんで、そうですか、でも味がありますか、いいんじゃないですか、はい、もう1階席、あちらが2階席ですね、ですけども、入るとは危ないと思うんで、こういうのがこと、はい、あと映写室のこの裏にあるんですね、うん、全部見ていただいて、屋根裏はそのままですもんね。うん、失礼します。あ、おー、おはようございます。女性の技師さんなんですね。いえ。ちょっと待ってください。これは、リアドクター。リアドクター。一回マカジャンストリアドクター。はい。こんなんだね。すごいですね。なんかそういう設定だったような。うね、この横から来た。ああ、はい。どうせだ。はい。ここが女子トイレなんです、ね。ちょっとカッパが危ない感じです。